福岡アイランドシティが奥に見える福岡高速6号、アイランドシティ線は、福岡市東区に存在する福岡高速道路の路線の一つである。都市計画における名称は、福岡都市計画道路1.48号自動車、専用道路アイランドシティ線とされている。また、林口道路アイランドシティ3号線といった名称も持つ。 福岡高速1号カシー線と博多湾に浮かぶ人工島である福岡アイランド式とを結ぶ路線で福岡市東部の交通混雑の緩和及び広域的な交通需要や港湾物流の増加、新生活市場の会場などに伴う交通需要に対応し交通の円滑化を図ることを目的として整備されるものである。東区カシー浜1丁目に新設される。 カシーハマジャンクションから分岐し、カシーハマ北公園を通り抜け、カシーアイランドブリッジに並行して架橋される橋梁で、博多湾を渡り、福岡市立子ども病院付近に建設されるアイランドシティで入り口に至る。路線延長は約 2.5km で、道路規格は第2種、第2級、設計速度は時速 60km、建設費は401億円であり、 2016年に工事に着手された。道路は地震に対する対策も行っており、安全性にも配慮された構造となっている。1号菓子井線とは、千鳥橋ジャンクション方面にのみ接続している。2010年3月26日から1ヶ月間、福岡県、福岡市、福岡北九州高速道路公社による環境アセスメントの方法書の従覧が行われ、 2011年7月21日に都市計画素案が公表された。都市計画スケジュールは2012年度内に都市計画案の広告、従覧と県都市計画審議会への不義を完了した。2012年1月30日から2月13日まで都市計画原案の閲覧が実施された。これによれば都市計画案の広告、従覧と 環境アセスメント結果の広告、縦覧が2012年春頃に同時に行われた。2012年3月30日から5月1日まで、アセスメント準備書と都市計画案の縦覧が実施された。2013年1月11日に、環境省が意見書を提出している。2013年8月9日に、環境影響評価が確定し、 都市計画決定手続きが完了した。さらに2013年12月に博多港の港湾計画上の臨港道路アイランドシティ3号線としても位置づけられた。2016年度に福岡都市高速道路の福岡高速6号線として事業化された。2016年度は橋脚の工事に着手した。全体事業費は292億円であり、その内訳は 次のようになっている。有料道路事業と街路事業の2016年度の事業費は約18億円であり、このう橋脚客株高校時費に14億円、用地保障費に4億円が見込まれている。この路線の路線番号は6である。通称名はアイランドシティ線である。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。